和田プロすごい綺麗ですね。天気もいいし広々としていて気持ちいいです ね、 これはもうドライバーでガーンと思いっきり行きたいです。吹っ飛んでってほしいです。せっかくこんだけ広いので、はい、ここはもう何も考えないで、はい、振り切って飛ばしてください、はい、気持ちよく、はい、じゃあ打ってみます。はい、お願いします。来ますよ。ちょっと待ってくださいね。えこれではちょっとあの問題があるんですが、まあ、せっかく広いのに、はい、これではこのまま打てばおそらく右の OB に球が消えることになると思います。右側ですか、はい、そんなつもりないんですけど。ですよね。ただこれなぜかというと単純に右向きすぎなんですね。これでは私右向いいですか、はい、これ構えていただいて、はい、自分では全然分かんないと思うんですけどここにシャフトを当てるともう右のあれあの木のさらに右を狙ってる。あんなとこ狙ってないです。そうですよね、このまま打てば当然あっちに飛んでいくんですね、はい、いいスイングをしたとしても、はいはい、ですから狙うのはあのフェアウェイですから、はい、もう向いてる方向が全く違う方向になりますから。違いますね。肩も足のラインもこの方向ですよね。こうか。そうです。うわ、もう全然違う。特にドライバーっていうのは一度向きが狂えば、はい、とんでもない幅になりますから、はい、このターゲットを狙うっていうのは非常に大事なことになりますから、はい、スイングよりも大事ですから。スイングよりもしっかりとフェアウェイの真ん中を狙って、はい、いいスイングを心がけてフィニッシュまで。気持ちでまっすぐですから、はい、少し左の、そうですね、ラフの方を向いた気分で打っていただければちょうどまっすぐ行くと思います。こんな感じで。それではい、OK ですね。それで打っていただいていいですよ。はい、じゃあ気持ちよく打ってみたいと思います、はい、行きます。OK ですね。まずまずです。まずまずですか。まずまずです。本当でも右に行かなかった。そうですね、この向きは本当大事ですから。へー、こんなに違うもんなんですね。では次の地点に行きましょう。はい、はい、では和田プロお手本をお願いします。